やー、決まったね、招待セミナー。マジすごくない？マジで。いや、ほんと、自分でも驚いてるって感じかな。まあでも本当受けてくださったね、招待さんには感謝です。本当にありがとうございます。うん。え？あ、稽古。いや、稽古できないっしょ。いや、多分当日めっちゃ人来るから、まず時間的に厳しいのと、あとあれでしょ。普通にもう招待さん体力的にきついっしょ。だって、もう全然やってないって言ってたよ、稽古。この間なんか、オンラインミーティングした時に。稽古全然できてませんみたいな。しかもさ、年上だよめっちゃ。そうね、6個ぐらい上。いやきついでしょ。言うて週に1回か2回僕も防具つけてるからね。うん。まあもし稽古できたらね、まあ、ぶっちゃけね、勝つ自信しかない。いや公言してるけどさ、僕めっちゃ冗談得意なのよ。もともと得意だし、もう正代さん稽古してないし、まあ世界チャンピオンって言ってもさ、10年、もう20年とかそんな何十年も前の話っていうことじゃん。まあそんな負けないでしょ、普通に。いや冷静に考えて僕に有利なだけだと思うけど。うん。あ、八段のね。八段のさ、試合した時あるじゃん。あれ、ぶっちゃけ、いや、環境良くなかったじゃん。なんか、3分の試合だったし、大人って普通5分だから。いや、3分だったし。で、なんか審判も微妙だったじゃん。向こうが用意した審判だったし。だから、その時とはちょっと、状況違うかな。今回ほら、セミナーいっぱい人数来てるから、多分ギャラリーがね、いて、で、多分そこで本当にどっちが強いかって、なんか純粋なジャッジになると思うから。なんかその一本とかなんかわけわかんないこっちの一本取られないとか、取れないとか。まあそういうの多分ないから、まあ純粋な強さで多分見てる人が判断すればいいかなって思ってて。まあそれだったらまあマジで完全有利かなって思う。うん。まあでも多分稽古できないと思う。普通に。いろんな感じで。うん。まあ特に体力的な意味でね。まあ。ということで。まあできたらいいね。うん、まあでも本当セミナーすごい。まあ頑張りますっていう感じ。ね。よろしく。一緒に頑張りましょう。